で、サイズ感はというと結構でかいっすね。わかる。はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、藤井風さんのアリーナツアー初日宮城公演に参加してきました。で、今回の動画ではセットリストとか内容については全く触れないつもりなんですけども、グッズのちょっとこう今後行く人に向けてね、こう買った方がいいんじゃないかみたいなところのお話をできたらなというふうに思っております。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし少しでもですね、良かったなって方はですねぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ってなわけでですね、本日、12月18日ですね、私、17日に参加して、18日に帰ってまいりました。皆さんお疲れ様でした。参加した方で、撮っておるのは18日なんですけど、本当に、ライブはね、感想を言うととても良かった。はい、以上以上です。本当に良かったんですけど、ちょっとね、ライブ、今後行く方もいると思うので、ライブの内容はちょっと僕はとりあえずうまく喋れないだろうし、置いておいてですね、グッズを買ってきました。まずこいつですね、スウェットと、あと、ステッカー、ちょっとあっちの方にあるんで後で撮りますけど、ステッカーを買ってまいりました。で、物販のところでちょっと誤った情報をね、以前言ってしまってたかなっていうところがあるので、物販の情報をちょっとお伝えしたいなというふうに思います。今回ね、僕、仙台公演、宮城公演に関してなんですけど、僕が、第1部ではなくてですね、第2部の、物販のチケットを、ゲットしました。っていうのもですね、当初第1部午前中だったと思うんですけど、午前中に、会場付近まで行くバスが午後から出ますよっていう風に出てて、で第1部はちょっと行けないなってことで第2部に申し込みをしました。で第2部の僕結構いい番号で300番とかだったんですね。でその後にですね、宮城交通の方かなから連絡ありまして、朝からバス運行しますよっていう風にニュースを見たんですけど、もうちょっと早く言ってくれたら第1部のグッズにね申し込んだんですけど、皆さんね、第1部朝からグッズあるんだってことでね、急遽朝から運行するようになったと思うんで、そこに対して不満とか全くないんですけど、今回は僕は第1部はいけないと判断して第2部に申し込みしました。で第2部もちょっとね、結構いい整理番号だったので、なんか最初僕このチャンネルでも言っちゃったと思うんですけど、その番号が呼ばれた時にすぐ入らないと入れないみたいですよみたいなことを僕言っちゃったんですけど、そうじゃなかったです。僕多分ね300番とかだったので結構すぐ言われてたんですけど、じゃあ第1部行けないからちょっと朝はオフ会をしようってことで、このチャンネルのオフ会をしたんですね。でなんで半ば諦めてグッズ買いに行ったらですね、なんとですね入れました。なのでその番号が呼ばれてもその同じ部第2部であれば入れることができたので、もしね皆さん次以降、福岡かな、福岡以降で、物販並ぼうとか物販行こうと思ってる方は参考にしてみてください。ちょっと会場によってそれぞれアップデートあると思うので、そこはズッズさんのお知らせとか公式のツイッターとかは確認ちょくちょくしていただきたいんですけど、今回宮城公演はこうでしたっていうところをお話しさせていただきました。でグッズの売れ行きっていうのは LINE で見れるんですね。で LINE の見方はちょっと画面操作とか後で動画編集で入れときます。こんな感じです。
こんな感じで見れるんですけど、僕が思ったのは結構ねこのスウェットが人気で、特に青から売り切れていくみたいなので、まあ、スウェットとかあの黒いやつも、黒い服ダメージなんちゃらごめんちゃんと覚えてないですけど、ダメージなんちゃらが ある欲しいなっていう人はですね、あのスウェットダメージなんちゃらが欲しい人はですね、ちょっと早めに行く方がいいかなというふうに思います。まあ整理番号にもよりけりなので何とも言えないんですけど、整理番号読まれる頃にはちゃんと行けるようにしてた方が買える可能性高いんじゃないかなっていうふうに思っております。で僕はですね、ちなみにこのベージュを買いました。 XL 買いました。でサイズ感は言うと、でサイズ感はというと結構でかいっすねわかるこんな感じです。結構でかいんですよ。ほらほらって言っても分かれへんかちゃんと見せられへんのが申し訳ないんですけど、結構でかめです。なので XL、 僕身長180ぐらいあるんですけど、XL はまあ男性の大きい人でも結構でかいかなというふうに思いますので、まあちょっとサイズはご参考までにっていうところですね。あと今回のグッズで言うとステッカーを買いました。めっちゃいいですよねこれ。いろんなステッカーが入ってます。 Love all, serve all、 Wake Seal Set ですね。これちょっと使おうと思ってます。あと僕よく携帯をなくすのでこれ使おうと思って、携帯のやつを、パナスタのグッズですね、これを買いました。あとですね、何が出るかね、野菜缶買いましたね。パナスタでも買ったんですけどまだ育てられてない、まあ引っ越しがあったんでちょっと育ててなかったんですけど、あれこの色見たことあるな。大根をちょっと育てたいと思いますっていう感じです。はいはい、てなわけでちょっとグッズね、僕は行った時間は2時半ぐらいだったんですけど、それでも結構ね青の L と XL はなかったりしたので、まあちょっとスウェット服系のグッズが欲しい方、あとねこの何が出るかな野菜缶も結構売り切れてたみたいなので、まあそれ狙いの人はですね、整理番号いいことを願いつつ、いい番号もしゲットできたらその時間に行くのがいいかなっていうふうに思います。結構宮城の人は寒かったのでなかなか待つ場所がなくてね辛かったんですけど、あとそのバス、さっき説明したバスの都合があったので、一部もう行けないやって方が多かったと思うので、諦めた人も多いと思うんですよね。なのでちょっと今後ね他の会場で売れ行きがどうかっていうのはちょっと傾向としてはまだ分かんないんですけど、まあ、特にスウェット系はが欲しい方はですね、ぜひちょっとお早めに行っておくのがいいかな、ベストかなというふうに思っております。はい、というわけで、グッズ紹介というかグッズの福岡以降でね、こういう風に買った方がいいんじゃないかみたいなところをお話しさせていただきました。これあくまで仙台宮城公園の1日目のお話、まあ2日目もちょっと情報は見てるんですけど完璧ではないと思いますので、まあちょっとずつ会場ごとによって変わってくると思いますので、まあそこはね随時ちょっと Twitter とかSNS チェックしながら皆さんが欲しいグッズを手に入れられることを願っておりますので、ぜひ頑張ることじゃないかもしれないですけど頑張ってください。でもしね仙台公園行った方、まあ、特に2日目の情報僕結構持ってないので、下にですねコメント欄で何か補足あれば補足いただけるとありがたいです。あと、まあ、このあとちょっと仙台公園、宮城公園のですね売れ行きのまとめを動画でしたいなというふうに思っておりますので、ちょっと興味ある方はそちらどうぞ。これ LINE で見れるんですけど一応皆さんに見やすいかなと思ってまとめをしようと思ってます。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入ってくださいましたらですね、チャンネル登録、グッドボタン、いいなと思った方はよろしくお願いいたします。はい、それでは、次の動画でお会いしましょう。というか次、この次あれです、仙台公園の宮城公園の売れ行きをですね、まとめておきます。はい、ではバイバーイ。